セルピコは1973年制作のアメリカ・イタリア合作映画シドニール・ルメット監督作品ニューヨーク市刑に蔓延する汚職や腐敗に立ち向かう警察官の実話に基づいた作品主人公であるフランク・セルピコをアルパチーノが演じている1976年アウトロー刑事セルピコとしてデビッド・バーニーバート・ヤング出演でドラマ化された パイロット版 TV 放送時代名、新セルピコ孤独刑事最後の挑戦。同僚に誤射されたセルピコが運び込まれたグリーンポイント病院原作は、ジャーナリストのピーター・マースが執筆したフランク・セルピコの電気である。マースの代理人に電気の映画化を勧められたマーティン・ブレグマンが中心になって映画制作が開始された。当初、ブレグマンは、 ジョン・ジー・アビルド船に監督を頼む予定だったが、政治的な側面を掘り下げたいアビルド船と、人間ドラマを中心に据えたいブレグマンの路線が、対立、最終的にシドニール・ルメットが監督に選ばれた。映画は1973年12月5日に、公開され、全米で約2980万ドルの興行収入を上げた。本作品における演技で、 アルパチーノは1973年度のゴールデングローブ賞とナショナルボードオブデビュー賞の主演男優賞を獲得した。映画は同年度のアカデミー賞で主演男優賞と脚色賞にノミネートされたが受賞には至らなかった。パチーノが演じたフランク・セルピコは警察組織内の汚職と戦い、1971年には汚職を告発した警察官として、 アメリカでは有名な人物である。バッジナンバーは5566。2003年にアメリカ映画協会が選んだアメリカ映画100年のヒーローと悪役ベスト100ではセルピコがヒーロー部門の40位にランクインした。雨の降る夜、救急病院に一人の重傷の警察官が運び込まれた。彼の名前はフランク・セルピコ、ニューヨーク市警の麻薬家刑事だ。 セルピコは捜査中に同僚の警察官によって銃撃され負傷したのだという。そのニュースを聞いた彼の上司は、俺はセルピコを撃ち殺したいと言っていた警察官を6人知っていると部下に語った。なぜセルピコは本来味方であるはずの警察組織内に多くの敵を抱えていたのか。物語はセルピコの警察学校の卒業式まで遡る。 日本語吹き替えは2015年3月4日発売のユニバーサル思い出の復刻版ブルーレイに収録。あとに角川から発売された新版 DVD ブルーレイにも収録されている。ありがとうございます。